OK。 プライベートの2人。はい、じゃあ、なんかじゃあ突入していきたいと思います。はい、行きます。はい、じゃあこれ自分でとりあえずこれなんですけどね、うん、これマヤさんの指定の色で塗ったんですよ、うん、私ね最初これが黒でこれが金どうすかって言ったらね、すごいバブリーでダメって言われたの、うん、それはダメって言われて、うん、どの色ですかって言って色見本を見せてご指定いただいた色がこれとかですね。へえ、素敵。これすらもう自分の意思は入ってません。私はマヤさんっていうデザイナーさんなんですよね、はい、でもともとは DIY やったから、だから深田みたいな人なんですよ。あ、そうなんですか。でも投資家じゃなくて、ただ趣味で、私の大家さんの借り主さんだった、物件の借り主さんだった。へえ。 あまりにもセンスが良くて、私の家もお願いできないみたいなことを他の大家さんも言い始めて、であっという間にブームになっちゃって、この家40個目ぐらい、マヤさんの。すごい。そうなの。そうなんだ。そうなの。でもこういう大きい戸建てやったのは初めてらしい。うーん。じゃあどうぞ。はい。それでね、この扉もね、マヤさん指定の色で塗ったの。うわー。あ、すごい。ちょっと待って。いいわ。グリーン的な。閉まってる。あ、ね、ごめん。今更だけど、これ深澤 T シャツ。おいやいやいや。あざあざあざ。カメラマンさんも。マジ今更。カメラマンさん。私もね。カメラマンさんのやつ2枚しかないやつ。そう。僕と2人の。なのに汚すっていうね。ね。持ってるよね。完全に持ってる。お邪魔します。はい、どうぞ。どうぞ。ありますね。うわ、綺麗。どっちですかね。あ、これね、さっきふかぽんに質問されたんだけど、モルモルっていう種類の塗料です。あ、ちょうどね、今モルモル。いい感じですね、これね。モルタル風になってるんですよね、これ。こういうのあって、これは前さんネットで買ってた。モルモル。あ、ネットなんだ。蓋開けてビニール手袋して手でガーって、うん、あ、手でやったのこれ。手で乗ってた。で、これケンビア動画で撮ってんのよ、マヤさんが作業してるところ。マジですか。今ちょっとまだ公開してないんだけど、あるので多分そのうち見れると思います。うーん、バーって塗ってたね、そのまんま。はい、こだわって。で、これもマスキングテープなんですね。あ、これはね、あの下手くそな私の。え、でもわかんない、わかんない。全然わかんない、これ。ひなたまさん。髪だから、ね、もう剥がれてくるんだよ。こんな感じ、いい感じ。はい、あ、ほんでこれの中ですね。はい。これも前さんが指定の CF で、自分だったら絶対選ばないと思います、このね。うんうんうん、ちょっとさ、攻めてるじゃん。攻めてる。私さ、これ、ネットで見たときに、なんか、亀柄だなって思ったじゃん。亀じゃんと思って、うん、えって思ったんだけど、これがいいって言うからさ、あの思い切って頼んで貼ってみたら結構良かった。うーん、なんか合うなって思いました。これツイッターで見てすごい可愛いと思いました。そう、すごい可愛かったよね。でもこれ本当に選ぶときは勇気いったの。これ大丈夫かなと思って。自分じゃ買えないと思う。そう、この辺ある人ボコボコしてるんだけど、これ私が結婚したからしょうがないっていう。あんまり気にしないで。床、この辺もめちゃめちゃボコボコしてる。空気入りまくる。気にするな。こういうもんです。なんかこんな感じ。あ、ここは、壁を塗ってもらったかな。結局なんか汚かったから塗ったの。これ塗装。本当そう。いや、壁紙このままでいくかって言って、クリーニング屋さんに漂白してもらったら綺麗に落ちなかったのね。だからもう余ったペンキで塗ってもらいました。おお、めちゃめちゃ綺麗。うん、塗ってもらえたの。二度塗り？いや、一回しか塗ってないと思う。油性？いやいや、水性だと思う。へえ。これもマステ？あ、マステマステ。マステでこう綺麗にありますね、これ。かわいいな。マステ、ね、マスキングテープ、あ、まあ、アラベスク柄か。そうそうそう。っていうんだ。シェリアですね。はい、ああ、これは。俺は特に何もやってないじゃない。それでなって、これね、給湯器ちょっと古いタイプで13号だから、追い炊きって書いてなくてさ、これもしかして追い炊きもないのかと思ったら、うん、一応東京ガスの人見てもらったら、あの、熱くっていうボタンが、追い出してくれるんですよ。ちょっと待って、どうやってズームするんだ。私書きがこちらに、こちらに書いてますね。追い出きは熱くスイッチオン。かわいい、あれが。しかもクマも、クマも。ちょっと株主優待。ご当地。そうなの、株主優待でクマも出てくる。ね、本当。熊本県が会社だから、そんな感じでもらったので、注意書きを書いてますね。いいですかね。で、トイレはね、はい、交換しました。もう買いましたね、全部。はい。すげえ綺麗。そうなの、綺麗。なんかここは新品だから新品だよっていうの。シリーフは誰にやらしたんですか、これ。全部これの。今度誰にやらしたんですか。残るクリーニング。絶対自分でやらないっていう。だからもう上にもね、あの、さすがです。元美さんがやってくれた。私がやらしいシリーフがある。へえ。あるんですよ。ここは。はいはい。この家で唯一出せる和室なんですけど、これね、マジすごい塗ってくれたんですよ。これもマヤさんの作品で、これ塗ってくれたの。シャーって塗ってた。え、これ塗ったんですか。あ、塗ったのよ。塗ったのこれ。塗ったのよ。マジ。綺麗でしょ。いくらするんだろう。
5000ぐらいじゃないの、全然わかんないけど。そうなんだ。ほんでさ、よく見たらさ、傷あるでしょ。ね、あるある、うん、あるけどね、これに対するさ、私の答えを見てよ。ここに貼ってあるよ、ちゃんと、うん、あの説明してあるから。何、なんて書いてあるの。元茶室の和室。なるほどね、うん、これ、これほら、茶室ね。傷も味としてそのまま残しております。趣だと。そうです、そうです。傷も趣だから。傷だよと。これは、ここの傷だから。新品に変えたりしない。なるほど、その傷元を手伝ってください。でも全然これだったら問題ない。めっちゃめちゃ綺麗。へえ、そんな技があんだ、はい、すげえな。おもてがわす料理全然綺麗だね。あ、なんかいろんな色あるみたいなので。すげえすげえ。これ綺麗ですね。みんな見えます、これ映ってます。あ、でもそうそうそう、多分ね、画面で見てても綺麗だと思うけど、目で見ても綺麗だから。綺麗、すごい綺麗、新品。そうそうそう、なんかね、もう傷すらも味も傷に見えない。聞いてない人たち。聞いてないって言ってるのは私かもしれないけど。あ、そこは、ね、はい、あ、次ロカ。いや、いいっすね。いいっすよ。次そっち。はいはいはい。じゃあロカ。ロカは別に普通にワックス塗っただけだね。これ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 、わかる。今度は何、どんな悪さしたの。シングルだね。シングル。本当だ。またやってるよ、こんなこと。ねえさん、見てこれ。これシングルタスシングル。で、しかもね、この前よりも進化したのは、前さ、天井にあったでしょ。この前さ、フカポンに内側にやればいいじゃんって言われたから、本当は内側にやったらいい。進化したでしょ。そこちょっとだけね、進化したんですね。そうそうそう。で、しかも、しかもあれね、あの、緑の最安値ね。1本1000円ぐらいね。そうそう、安いですよ。一番安いやつ。そうそう。これ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 。これ、手前側が茶色なのに、こっちが白なのいいのかって、いいんです。今、聞こうとしてた。それはいいんですよ。味なんです、これは。なるほど。はい。これ。これがいい、これが。これが、向こうさんすごい、すごい可愛い。これね、ビッグカメラって買った、これ、工事灯でしょ。そうそうそう。そうそう、工事灯。だからさ、スイッチないの。ここ。これ、しゃれてるんですよ。これですよ。これのスイッチ、これでしょ。抜いたり、入れたり。これ、光飛んじゃうかな、これ、映るかな。わかんない。でも、皆さん、映りますか。あとは、別に映るか。かわいい白熱。これね、昔僕ね、インテリア雑誌で見て、うん、いいなと思って、自分の部屋につけた。あ、本当、うん、全然、まあ雑誌とか読まないので。あ、本当に面白い。オリジナルで自分の部屋に一回つけた、はい、私のオリジナル。え、上は塗装。塗装しました。え、結構ガッチリやってんすね。ガッチリやったよ、ガッチリやった、うん。あ、で、茶室だからあれだ、お水でんだ。そうそうそう、で、それもね、ちゃんと書いて貼ってあるの。茶室だよって。でね、私のね、この使用想定はさ、お父さんのね、茶室にすればいいんじゃないかなと思う。お父さんさ、ちょっと足の匂い気になるでしょ。足洗える。足洗うんだ、足洗っちゃう。お父ちゃんが。洗える、洗える。洋室。あ、これつけたんだ。なんか不思議な感じ。そうなの、これはね、柔らかいかな。柔らかいかな、書いてあるから。ちょいちょいいろいろ書いてある。出たふわふわするとこういうとりあえずメモが必要なわけでね。ちゃんと書いてあるから、ここに書いてあるんですね。意味があってふわふわしてるよって。なるほど、大丈夫、優しい床です、こちらは。なるほどね、転んでも怪我しません。ああ、いいですね。安心。でも実際の賃貸物件でマジでこの床、柔らかい床ありますからね、設定。まあね、クッション性あるやつです。優しさだから。柔らかくないですかって言われてもね。いやいやいや、なんかでも細かい、かっちょいい、ほんと細かい。こういうステンシルは全部前さんの作品ですね、オリジナル。あ、ステンシルしてんだ、これ。あ、ここもそうだよ、見ます、これ皆さん。ステンシル、オリジナルっていうのがすごいわ。これ何でやったの。ペンキ、おしゃれ、おしゃれ。おしゃれなんだよ。なんかちょっと我々にはない発想ですね、やっぱ。本当に車両つなんですよ。私は基本的に生きていくのに必要ない。基本もあんましないんですけど、今回は特別なんです。この間も塗ります。すごくないですか。これね、上の天井もっとすごいから、上に。写真見た。上すごいな。すごい感動した。一応ね、これはもう日の玉軸ですね。私、結構照明にこだわるタイプの人で、今までは照明やるんだけど、いやでもね、今回はね、やめたの。これ、今までの私の賃貸市場最安値。あ、これね。クリア電気は100円でしょ。で、元にあるの198円だから、まあ、要するに300円なの、セットで。これをつけとけば、まあ、別におかしくないし、リフォーム中も大丈夫だし、内覧中も OK だし、うん、まあ、あとは好きな電気をつけてくださいっていうことも言えるから、うん、私の一押しは今これです。これいいっすね。これいいっすよ。これいい。私もやろうかな。すごくいい。廊下とか結構やる。そうなの、そうなの。全然ないより割った方がいいし、
明るいし別におかしくない。もうこれにしよう、はい、最近気にしたしかもこれになんか100均のなんかよくわかんないアイアンのやつとかつけちゃうと、はい、もうなんかちょっとしたおしゃれ照明的な、うん、そう、こちらキッチン。おあちょっと床下収納もあって、まあ、これ2階にもあるので分かりやすい、こんな感じで、はい、床下ありますよ。なるほど、いいですね、はい、これあれですよ、スイカが入ってたガスレンジテーブル言わないもん。あー、買いました。バイカーさんおすすめ。あー、これか。私も買った、3000円だった。3000円だったらいいかも。こういう感じになった。ここでも乗ってればちゃんと安定するとか、まあね、安定してね。そう前回の物件はガスレンジを掃除しないで買ったときウルトラシーをやったんだけどめっちゃ綺麗にしました、うん、今回はちゃんと ちゃんとね、学習してんのよ前回のキッチン広かったからな広いよねあれ、キッチンか。あれ見て、あ、僕よりやんちゃだこの人と思いましたぶっ飛んでんなって。でもいいっすね。これは全部、その漆喰っていうか、ね、あ、これ全部丸々、丸々、うん、あ、そっちは違うの。これ違うんですか。あれは手で塗ったんだけど、これはちゃんとその漆喰用のこれで何やら、ね、つけてた模様を。なるほど。はい、台所のところですね。ここもこっちもそうです。あ、こっちも、はい、うーん、こっちなんかなんかすげえ味あって。あ、これも一緒だよ。いい感じ。漆喰ですね、これも。漆喰はね、2階も使われてて、ちょっとそっちもぜひおすすめなので。これ何隠してる。あ、これはねこれもともとここに備え付けのそのエアコン類のなんか元レみたいなのがあったの。でももう完全に死んでて、ガス屋さんがこれいらないんですよって言われたから外したら、なんか壁紙がその塗ってないのが現れちゃって、だからさ、これチョークボードっていうか黒板板をなんか1枚600円ぐらい買ってきて、それを切り取ってピッて入れたの。あー、なるほど。そうそうそう。でね、それね、かけるよってことで、ちゃんとこれセットしてんの。わかる、これちょっと素晴らしい。かけますよって。いや、もうね、そこだけ空いてたの。で、もう前にタレ塗っちゃってたから。あ、そうそう、タレないんですか。そう、網が、そうなんだ、穴が開いたみたいになっちゃって、しょうがないの。いいの、いいの。あと、私の心臓はもう私じゃん。もう、フェンス、開いた穴を塞いだだけだから。つまりは。で、ちなみにね、このマスキングテープ、いろんなの使ってるけど、うん、おしゃれではなんでもなくって、やってる途中で切れちゃったのよ。なくなっちゃうんですよ。ああ、みたいな感じで。それでなんか、けど、あのアイシーじゃなくてなくなっちゃう。こちらの扉は開きません。昔のセントラルヒーティング。へえ。へえってなるでしょ。いや、要するにここさ、転居したらお金がかかるから、あのこれだからあれだよ、不可能の封鎖スキームを真似した。ああ、なるほどね。封鎖。あれでも使ってましたよね。使った。使ったんだけど、これ送風機能しかなくて、エアーそうダメって言われたの。ああ。もうガサさんがこれ死にますって言ったから閉じちゃいましたね。なるほど、ね。インテリアですね。インテリア、インテリア。まあ、こういう柄の壁だよ。そうそう、こういう柄の備え付けの殿をね、下にも上にもあって、うん、いいお家なんだな。すごいすごい。はい、そろそろ上行きましょう。あ、で、今回これは交換しましたね。おお、高級、高級。これ長々あったから。お2階ですか。あ、お2階行きますね、はい、いいですか。あ、いいですか。はい、どうぞどうぞ。じゃあ、開けましょう。じゃあ、行きますね。はーい、お2階で。あ、これ、背中バッテル映してね。背中、映さないと怒られちゃうか。うわ、すげえ、すげえすげえすげえ。はい、何これ。2階結構すごい。いいな、なんか。ちょっと待って、これもうダメだ、これ。借りたい、これ。借りてください、20万ですよ。ここはそうですね、20万になりました。20万円、こっちは。これなんかね、昔の電気温水器じゃなくて、ただお城あったので出るのと。あー、ボブレット。そう、壊れてたから、もう、あの、線引きちぎって、あの、緑の。上と下に引きちぎられてだからって変えるとかしない。壁紙とかおしゃれや。あ、違う、これ塗ったわけ。あ、塗ったんですか。そう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 。なんか塗りうまいっすよね。あ、私が塗ったんじゃなくて、まあ、前さんやったの。わかんすけど、わかんすけど、なんか塗りてくわかってる人なんていうの、ペンキの方が簡単っていうか、もう簡単か、残量の調整がしやすいの。壁紙ってほらたくさんやったら余るし、少なかったら足りなくなっちゃうし、毎回やってるわけじゃないから余るの困るの。なるほどね。そうすると調整ができるのって塗料の方がやりやすい。確かに。そう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 。そっかそっか、なるほどね。そういうあれがあるんだ。ほらほら、あの普段もよく言ってんじゃん。やっぱり乗り付けだったら乾いたりするともうね、次までずっとやってる人だったら次の現場で行けばいいけど、私1個やったら1年やらないから余っちゃうよね。回転数早いから。そう。だからそれは人によってかなって思う。なるほど。そう、で下もそうだったんだけど、これもう変えてないから。
キザロン。ね、うん。キザロン。あ、でもね、これだけ。レバーは変えたんですね。あ、これ可愛いでしょ。可愛い。これだけ、これだけ変えた。あ、可愛い。可愛いでしょ。そうなのよ。これだけ変えたっけ。でね、これはちゃんとあのフカポンのステージング講座を見て、真似した。あ、マジで。置いてみた。姉さんがステージング講座真似してやってくる。まあ、あのステージング講座真似したらこっちなんですけど。あ、すいません。こっちなんですけど。こう見えるよね。まあ言うたらまあここ、ここかな。こことか。こう見えるよね。そう、トイレとか同じなんです。了解。いいっすね、やっぱね、はい、グリーン一発置いてあるんだけど、はい、これ100均でしょ？ 100 均です。セリア。あ、セリアなんだ、やっぱりいいなぁ、ちょっとセリアで買えばよかった。屋根はあるんですか、これ。ここじゃあ、突入したいと思います。はい、屋根はね、もう置こうかなと思ったのに。やべぇなぁ。やっちゃったよ、ね、屋根はやんのがすごいっす。やっちゃった。やばい、もう絶対。どうした？これ、ラインション。ここ、俺の部屋で絶対言うやつ。あ、バリューナップついてる。そうなのよ、これはね、マジでやつを変えたのね、結構多かったから。しかもさ、でしかもさ、これさ、見えたよ、この間は。まあ、僕とも分かる。パッチワーク、あれ、これなんかおかしくない？あ、これね、分かった、ラクダの結婚なんだ。これさ、見てほしいの。これね、パッチワークなんだよ。余った CF を全部貼り付けた。え、すごい。え、すげえ。で、そっちだけなのよ、ね、これ。全部パッチワークなのね。ほんとだ。すごい。この床もね、なんかわざとっぽくこういう柄なのかなって思うじゃん、うん、違うの、CM が足りなくなって足りなくなったところにニトリで買ったコルクを入れてたのよ。わかります？このわざとか。え、これいや、すごいこれ。貼ってる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 のよ。あれが映ってる、やべ。マジっすか。このあれはすごい。このあえて感すごくないですか。いや、だからさ、CM もね、余っても困るの。重いし。だから確かにね、処分したかった。でも捨てるのも買えないから、捨てるぐらいだったらって言って貼ったら足りなかった。足りないからコルク。面白い。これ塗ったんすか、元から。塗った。あ、塗ったの。これだって部屋全面塗ったの。えー、やっぱそれが超うまい。ボードっすよね、これ。お、ボード。ただの、そうただみたい。へー、面白い。水星。あ、僕のマリナハウス。あ、でもね、ここはどうだろうな。別にと、これはあの前さんじゃなくて、土台さんが塗ったから。そうなんだ。そうなの。そう、これはね、これ本当もうマジアップにしてほしいんだけど。すごい普通。マジアップにした。わかるかな、でも。いや、わかるでしょ。わかるかな。わかるかな。わかる。ここが違うんですか。わかりますね。見たらすごいわかるけど、なんか画像でわかるかなっていう。そうなの。露出でここから撮ってる？そっからでしょ、多分。うん。あ、こっから？いや、わかんない、わかんない。あ、そうだ、こっからだ。やばいね、そういうのは気にしないから。え、これ姉さんがやったんすか。やるの、いやいや、元から電気屋さん。うん。いや、元々こういうのがついたから、そのあー、なるほど。昔のやつそうじゃん。なるほどね。全然そうそう。でも、まあどうでもいいことじゃん、そんなことは。かわいいわ。そうこれ僕も前つけた、これ。はい、かわいいよね。全く同じ。降りる日の玉さん。降りる姉さん。降りる姉さん、ご覧ください。なんでやねんみたいな。はい、降りましょうか、大丈夫。ちょっと待って。あ、どうぞ、買ってみて。これはこっち側が面です。これいいの、これ元さんが貼ってくれてる。これこう、これミーが貼って、そう、ミーが貼って。お、綺麗でしょ。うちの弟子はちゃんとやってますか。やってますよ。抜き打ちチェックしていいですか。あんま見ないでください。抜き打ちチェックしていい。どれチェック中。あ、でもうまいっすね。みんな、あんま見ない。レベル上がった。レベル、ちょっと上がった。そう、当時はなんかあんまり得てないからって言ってたんだけど、上手でした。チェックしすぎじゃないですか。チェックが長い、チェックが。UFC なんで。やっちゃってるし、ここは。これダメ、これダメ。ダメ。全然、あの、上手です。こんだけ回数曲がってた。ここは全部カーペットで、もう壁とかも、あの、普通、なんて言うんだろうな、なんか花柄の、なんかピンクっぽい壁紙だったんだけど、全部、前さんのとそう。はい、いい感じ、いい感じ。やっぱ2色すごい可愛い。可愛いよね。うん、そう思います。なんかこれは結構。ね、これオープン的な感じ。そうオープンクローゼットなの、これ。なるほど。じゃあ、お次。はい、行きましょう。じゃあ次、ここですね。あ、柔らかい、出ます。柔らかいか。柔らかいか。ちゃんと説明してあるから大丈夫。あ、本当だ。柔らかいか。何これ、なんかこの。この人の灯台なんでしょ。ちょっとおしゃれ。そうでしょ。ね、間接照明。間接照明ってあるんですよ。これ鏡？おぉ、これいいかも。ね、そうなんです。お母ちゃんがこれ。ドレッサー的な感じ。そうですね。まあなんかここ多分寝室だったんですよね。今お母さん。あ、イケアだ。
まあ、これは得意なやつですね、これ姉さん得意なやつ。あ、うん、でもね、今だったらあの300円にするんだけど、赤、うん、の家に、はい、在庫処分で。あ、それさっき説明した。そうね、こっち黄色でしょ、これ青。だから、あ、見えますか、ここに合わせてんの。色が。へぇ、なるほど、ここの柄と合わせてるんですね。そう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 。で、あと、壁はね、ちょっと黄色っぽい。チックイ？そう、に合わせてるから。これいい感じですね、これね。これもなんか、これ2色わざと余らせてるブロックが。そうそうそう。これに合わせて、無料で。チックイとか今まで絶対やんないって思ってたけど、なんかこれ見るとなんかいいの。そう。なんかやってもいいなって。あ、でね、チックイはすごいのはこれなんですよ。これこれこれ。これ洒落てる。同じ素材。すごいな。マジですごい。これツイッターで見てたけど、そう、だからうちのメイン、部屋のメインここだから。うん。これですよね。え？これもカッティングシーズだこれ。そうそうそう。これもう足りなくなった。可愛い。これこれが。ハザイマみたいな。これが同じ同じ漆喰。お、この開放感。すごい。伝わるかなこの。天井幅がすごくあるんですよ、4メートルぐらい。そうそうそう、すごあるので、え、いい家っすね、これね。いい家、本当に家がすごくいいの。4メートルすげえすげえ、なんか僕がやってみる。日本に来てくれた先輩大家さんがピーって測ってくれてる。へぇ、4メートルだよ。へぇ、いいの、なんかいいの、いいの。そうなの、家は超いい。ここもなんかちょっとブランデーがなんか当たってたらもうなんかね、あの前先ほどが1階で言ってた、その備え付けの家具だらけなんですよ。ね、なんかね、そう、棚とかそんなもいらない。あ、しかも2階そうっすよね。2階のキッチンなんですか。だから KK だ。そう、1階のキッチンはちょっともう事務所っていうか仕事部屋として使ってもらいたいなって。すげえ、なんかもう富裕層のこれ、まあ、確かに20取れるかもこれ。うん、富裕層全然。いや、でもね、申し込みがっていうか、すげえ、そう、あの反応が薄いからちょっと今考えてる。反応薄い、高かったのかな。出たマスキング、これ何かあるんですか。もちろん私が持ち合ってこっち。もう騙されないですからね。で、そう、これちょっとって言った人もいたんだけど、私の言い訳としてはこれ、うん、外しちゃうとどっちに行くか分からない。だからさ、これはこっちの扉だなっていう印のままにつけてっていうのを今から書いて運ぶ。はい、印のためです。無心でも奥だよっていうね。これもやっぱ一緒ですか。同じです、3秒ぐらい。はい、そういう風になっちゃったからもう使えないから閉じました。うん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 。あれはあれ作ったんですか。そうなんですよ。ここにガソリンが入ってて、ガソリンを撤去したら壊すと剥き出しになっちゃって工事が必要になったんですよ。うん、だからこれあのシャボロムの 2.5 センチ厚の板を買ってきて大工さんに作ってもらったんですよ。マイセットとかそのまま入れてもよかったんだけど、うん、まあなんかこの方がいいんじゃないって。かわいい。そうなんですよ、うん、でも板結構高かった。分厚いですもんね。これ高いんですよね、うん、これ結構いい値段する。うん、これも純正で。あ、これもともと。いいっすね、何これ、うん、え、なんかキッチンだけでなんか僕ら物件買えそう、なんかなんかイケアのキッチン思い出す、なんか。あー、そうね、すげえ。あ、でも水上がってこないように。そうです、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 上がってこないように。そうそうそう、ね、海水と圧的な感じでね。あ、これか、うん、タップで。あ、なんだっけ、これサランラップか。そうそう、サランラップ。そうです、そうです、サランラップだよ。そうです、まあ、そうです、まあ、まあ、そうだね、そんなに割と人の手が入ってるのであんまりヤンスしてないんですけど。ヤンス少ないね、今回。このなんか扉もなんかかっこいい。そうなんです、なんかね、扉もめっちゃめちゃ綺麗ね。これまだうちの物件で見たことない。ないないない、僕もだから。それ以外見たことない。あ、なんか照明もなんかちょいちょいこういう感じで。あ、そう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 、これね全部元々のあったやつ。ね、あ、元々っすか。これはそうです。あれはビットカメラで買いました。ああ。これなかったからね。そうそうそう。これ可愛いっすね。これ可愛いでしょ。でもこれ1000円なんだよ。え、これ？これ1000円、可愛いでしょ。マジか。でなんかね、いい、元々これ傘とかなくてよかったのね。あの紐だけあればよかったんですけど、紐だけでも1000円、傘あっても1000円だったから、まあ。じゃあ傘付きでいいかと思ってこれにします。なるほど、はい、いいですね、はい、とても安いです、とても安い、はい、なんかこの開放感ある窓もね、いい感じ。あ、そうですね、
まだが超多いので、めっちゃなんか、よくないですか、いいよいいよ、すごくお金かけてる家ねー、うんうんうん、これか、ここも貼り直したんですか、これこれ貼りましたよ、これ全部だからその壁紙屋さんに頼んで、はいはい、この上、天井の上も全部貼り直したんですよ、ここ貼ったの貼ったよ、あそこあれあれあれ、全部だよ、あそこまで、うわ、マジこれ、これどうやって貼るんですか、いや、だからそれプロです、プロですクロス屋さんに乗って、いや、多分どうやってやるんだ、めっちゃ長い脚立を一本にして立ててる、もう普通に、うん、マジで、うん、脚立ですよ、すごい、いや、だって家の中にさ、足場踏めないよ、やっぱプロだな、うん、プロプロプロ、へぇ、そうやってやるんだ、一般的にできないから、だってこれ4メーターじゃ効かない、5メーターじゃ効かない、4メーター、うん、すごい、うーん、しかもちっちゃい窓あるんですね、上ね、そうなんだよ、あれからどうやって修理するんだろうね、まあ、難しいよね、多分割れたら直すのが大変だと思う、面白い、ちょっとあの壁紙いいかも、ちょっと使ってみようかな、あの壁紙でしょ、うん、いいっすよね、これは前さんが入る、ちょっと使ってみようかな、ガラケーはおしゃれだけど、うん、貼り合わせ、切り合わせがやっぱね、悩ましいと思う、うん、だから素人の我々はね、ちょっと手を使った方がいいかもしれない、スピードを求めるなら、仕方で行くんだったら全然いいと思うけど、うん、それが家賃に反映する家だったらやってもいいじゃないですか、しないな、白があってもしないんだったらやらなくていいと思う、うん、しない、価格帯的にしないかも、うん、全部白でいいと思う、うん、でもかわいいいいっすね、じゃリフォームどのぐらい買ったんですか、どうわかんないの、多分全部請求してきてないからわかんないんだけど、すごい気になる、どんくらいなんだろう、150ぐらいじゃない、多分、でもそんなにいいんですね、おそらくね、なんとなくそれぐらいかなっていう気がする、全部合わせたら、これも一応完成なんですか、完成よ、完成、完成、完成、直すとかないでしょ、うん、ないと思う、まだやんのかな、やめて完成完成、なるほどね、ほとんど完成ということで、そうですそうです、目標家賃がまあ私募集しないから、地元の社会現場3社なんで、2社が全く一緒だった、だからそれにしました、ああ20ですね、19.9 とかじゃなくてもう20、あ、だから家賃が 19.5 で、管理が5000、あーなるほど、合わせて、20、はい、20、そうっすね、そこはね、はい、そう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 、あそ、いけんじゃないですか、いや今聞いたらね、問い合わせは1件あったかな、あったけど、うん、どうだろう、今のところは、もう分かんない、とりあえず10月中にもう申し込みまで至らなかったらちょっと考えるかな、なるほどね、はいはいはい、まあ、でも強気ってわけでもないですもんね、まあ、相場通りだと思うですよね、はい、もういいんじゃないですか、すごい相場だってだって、ね、もう相場ね、変えられないから東京はすげえ、東京すげえだ、時間の無駄ですよ、本当に東京さすげえとこだすげえだ、都すげえだ、そうそうそう、ね、音が全然、はい、逆らわないで、桜花ね、東京すごいですね、じゃあまあ見ている皆さんもですね、はい、ぜひ東京に不動産を買ってください、東京に不動産を買ったら姉さんとバチバチに当たることになるので皆さん覚悟して使ってください、ね、大丈夫、私1円半で1個ぐらいしか買わないと思う、いやその1個がエグいからエグいから皆さん気をつけてください、ね、初心者なかなか入ってこれないですからねそうですね、なるほどね、はい、なるバイバイ、はい、バイバイ、はい、どうもです、ありがとう。